ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・スタジオ、ルーカス・フィルム・ルーカス・フィルム・リミテッドは、1971年に、ジョージ・ルーカスが設立した映像制作会社である。2012年以降は、ウォルト・ディズニー・スタジオの参加となっている。スター・ウォーズシリーズをはじめ、インディ・ジョーンズシリーズ、アメリカングラフィティなどの映画制作とメディアフランチャイズを行っている。本社は、カリフォルニア州、 マリンカウンティにあるスカイウォーカーランチ内に設置されている SFX、SF VFX 工房のインダストリアルライトマジック音響制作スタジオのスカイウォーカーサウンド、アニメ制作会社のルーカスフィルムアニメーションなどを子会社に持つ。映画における特殊撮影、視覚効果やサウンド、コンピューターアニメーションのパイオニアとしても有名で ET、バックトゥザフューチャーシリーズ。 ターミネーターシリーズ、ジュラシック・パーク、タイタニック、ハリー・ポッターシリーズ、トランスフォーマー、マーベル・シネマティック・ユニバースなど数多くの他社作品に参加している。1977年公開のスター・ウォーズにそれまでの映画で見られなかった特撮を取り込みたいと、ルーカスは考えていた。しかし、配給会社である20世紀フォックスの特撮部門は当時閉鎖していたので、 プロデューサーのゲイリー・カーツと協力し、独自のチームを作ることになった。まず、ダグラス・ストランブルのアシスタントだったジョン・ダイクストラを招き、彼を通じて、大学生やエンジニアなどを集めた。そのメンバーは、インダストリアル・ライトアンドマジックと名付けられた。スター・ウォーズの公開後に、チームは解散したが、1978年に、新しいイルムが開設された。 1979年には、コンピューターアニメーション部門が設立され、ピクサーの前身となる。その後もイルムは、ルーカスフィルムの映画制作を通して、CGI、デジタル合成、デジタルリムーバル、モーフィングなど、昨今の対策映画に欠かせない、映像技術の研究と開発に大きく貢献した。長年、サンダファイルに置かれていたが、2005年にマーケティング、オンライン、 ライセンシング部門とともにレターマンデジタルアーツセンターに移動した。ディズニーのアトラクションキャプテンエオの映像制作をルーカスフィルムが務めたことで両者のつながりが生まれた。1987年にスターツアーズ1995年にインディジョーンズアドベンチャーがディズニーパークにオープンした。2012年10月31日ウォルトディズニーカンパニーは 現金と株式40億5000万ドル相当で、ルーカスフィルムを買収した。ルーカス本人も会社から身を引き、公認の社長として、映画プロデューサーのキャスリーン・ケネディを指名。幼い頃から、ディズニーのファンだったと公言しているルーカスは、ディズニーは巨大な企業で、あらゆる能力や設備が整っている。今回の買収により、ルーカスフィルムが得られる、強さは大いにあるだろう。 自分が会社を去っても、スターウォーズは今後100年続くと語っていた。買収から6年経った2018年には、ディズニー最高経営責任者のボブ・アイガーから、ルーカスフィルムの買収額はすでに回収済みと発表された。ルーカスフィルムの関連会社には以下のものがある。ありがとうございます。